どんな音かなって思って今日やってみようと思います。っていうのもさ、やっぱゴッソさやるときって結構な衝撃が来るわけですよ。ブッて抜くときね、あれを高感度のマイクで撮ったらどんなもんだと思って今日は鼻毛 ASMR したいと思います。私前髪系だよ、もう鼻の穴おっぴろげて毛むしり取るって大丈夫？もしもこの動画面白いなと思ったらいいねを押すのを忘れないでくださいね。それからここにあるチャンネル登録ボタンを押していただくとチャンネル登録もできますので、ぜひぜひ。それでは早速いきまーす。今ねワックスを溶かしてます。こういう風にゴッソ見たことある人はご存知かと思うんですが、電子レンジの音めっちゃ聞こえるね。ワックスがあります。これをこういったですねカップに入れて、このカップに入れてそれをですね中で電子レンジに入れて溶かすようになってます。で、溶けたワックスっていうのをこのピック棒を使ってこの先端にワックスをつけてそれを鼻に挿入鼻に挿入しまして、それを思いっきり抜くというものになっております。今ね電子レンジでワックス溶かしてる途中になります。穴に挿入して抜くってもうちょっと綺麗売りしたいんだけどチンだって、チンって言う音には反応せずにいられないからねあちちちちあちちちちちちちあちちちちちちワックス持ってきました。これがね熱々なのだから、これをちょっとねかき混ぜて溶かしていきます。じゃあちょっと挿入するね、入れるよああ入ってる。おいこの入れるよ。鼻糸引いちゃってるよ。一分ほど待ちます。次は新宿三丁目、新宿三丁目、お出口は右側です聞き慣れたアナウンスだわあ、見て、もう完全に固まってますか火を消して鼻毛 ASMR 行きます。今夜は抜くよ。右から行くね。ひどーい。やだ。やっぱりね、穴から抜く瞬間は、興奮しちゃうね。やだやだ、ダメダメ、そんなこと言っちゃ。大丈夫私の穴。もう片方も行きたいと思います。くぅいっぱい出た。どうでした皆さん、前髪系の挿入から抜くとこまでの ASMR でした。これからの時期とかだよね、乾燥してきたりさ、ちょっとホコリっぽくなる、だからこれからの時期と、あと春先とかは多分もっとミシミシミシミビチ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 って音がするんじゃないかなって思います。またちょっと季節が変わったらね、調整しようかな